前回の動画に引き続き今回もヤーマンさんとコラボをさせていただきます。まあ、僕のチャンネルではキックボクシングとブレイキングアンルールでスパーリングをさせていただいて、その後ヤーマンさんに指導をしていただいて、あとヤーマンさんのことをちょっと目掘り葉掘り聞かせていただきたいと思います。怖いな。で、まあ、今回撮影をさせていただく場所、こちらのターゲット渋谷ですね。驚くほど綺麗なビルなんですけど、お金かけてますから最初はなんかもうちょいこうワンフラーの時だったんだけど、経営がうまくいっちゃって、経営がだいぶうまくいっちゃって、だいぶうまくいっちゃってさっきちょっとトレーナーとかも拝見させていただいたんですけど、なんかすごい名だたる選手たちが入ってるような感じですよね。そうだね、まあ大輝さん筆頭に、大豆の4代でしたっけ。そう、大豆のバンタム級のチャンピオンで、そうですよね。こんないいジムあるんかっていうことで、まあ、ぜひ概要欄にちょっと詳細載せておくので、ターゲット渋谷チェックしてみてください。ヤーマンさんってもともとは3以下とかで戦ってたイメージがあったんですけど、最初デビューした当時は 57.5kg、 減量がきつすぎて、はい、普段何キロぐらいだったんですか。普段はその時は多分68とか。あー、でも10キロぐらい落とすんです、ね、そう、めちゃくちゃきつかったね。今回65でやってたじゃないですか、うん、今はどんぐらいなんですか。今は78とか。あ、かなり結構でかい。余計きつくなってるっすね、減量。筋肉量が増えたから、はい、その減量自体はそんなきつくない。あ、そうなんですか。割とすぐ落ちる。でもじゃあこれからはもうオープンフィンガーのあれを主戦場でやってくるような、はい、まあ、オープンフィンガーキックボクシングと、あと MMA をメインで、はい、MMA はどんぐらいで練習されてるんですか。週10回ぐらい練習があって、はい、そう、 MMA 週4のグラップリング週2、キック週2、はい、ボクシング週2みたいな。本当格闘技だけなんだよ。格闘家の鏡です。なんであんな試合面白いんですか。なんでなんか負けてもいいと思ってるから。あ、その負けてもいいから、はい、その倒すみたいな。あ、で結構みんなやっぱ勝ちにいっちゃつまんない、はいはい、だから、ね、はい、負けてもいいっていう方はあれだけど、はい、倒されてもいいよみたいな。なんかでも僕もブレイキングダウンの時はもう本当そういう気持ちで戦ってて、でもやっぱりヤーマンさんの打ち合いはもう本当に面白いので、ちょっとヤーマンさんにスパリング終わった後に打ち合いのコツとか聞いてみたいなと思って。ああ、もうこれはね、はい、キックボクサーがあんま知らないことを俺は知ってるから。教えてもらってもいいですか。あ、もちろん。動画出してもいいんですか。まあでもまあしょうがない、いいよ。ありがとうございます。でも結構これ出したら、はい、俺攻略されちゃうかもしれない。じゃあそこはちょっとまあまあ無駄にしてください。まあでもいいよ。じゃあちょっとスパーリング移っていきたいんですけど、僕のチャンネルではヤーマンさんとオープンフィンガーで、オープンフィンガーで、キックボクシングとあとブレイキングダウンルールで、スパーリングをしていきます。で、ヤーマンさんのチャンネルではボクシングのスパーリングをやっていきたいと思います。ちょっとヤーマンさんともせっかくなのでバチバチにやらせていただこうと思うのでお願いします。おはようございます。ちょっとヤーマン選手ですけど、ヤーマンさんと戦えるなんてなんか怖いのもちろんなんですけど、それ以上にめっちゃ嬉しいです。ヤーマンさんの試合大好きなんで、バチバチの打ち合いで、はい、視聴者を楽しませようと思います。富澤大地とのスパーリングですけども、ブレイキングダウンでこう見てるときにすごい気持ちのいい選手だなって、すごい好きな選手なんで、なんか楽しみですね、やるのが。代理戦争の時から見てたんで、ちょっとこう手を合わされるなみたいな、楽しみです。お願いします。
めちゃくちゃ見応えありました。ありました。いや強いっすね、やっぱ打ち合いはすごい好きなタイプなんで、すごいあの距離で戦うことが多いんですけど、ヤーマンさんの圧力がすごいっす。みんなあの圧力にこう耐えきれず下がらされて、でヤーマンさんのパンチでやられるんだなっていう感じですね。うまいっすね、めっちゃ勉強になります。こう打ち合いの中で外して打ってきたりとか、パンチがつながる、こう一発で終わらない、だからこう倒してんだなと思います。普通にやっぱ強いですよね。それだけちゃんと練習もしてるのわかるしっていうのが今の拳合わせてよかったですね。じゃあブレイキングダウンルールですけれども、1分ですけど、1分の戦いどうですか？1分初どんな感じになるんだろう、そう楽しみですね。疲れた、すいません。ヤーマンって叫びたくなりました。打ち合いうまいですよ、マジで打ち合いうまいです。その場にいないんで、マジで俺超楽しかったヤーマンさんのマル秘テクニックを伝授していただきますもう格闘技好きな人だったら見て損はない打ち合いのテクニックを教えていただきたいと思います。マジで料理出したことないからなあ、ないですか？なんで俺が倒してるのか多分みんな気になってると思う、はい、いや僕も気になります。そうやっぱ同じ打ち合いなのに最終的にヤーマンさんが勝つっていう、うん、だから多分対戦する人みんなヤーマンさんってやっぱ打ち合いじゃないと思うんですよ、うん、面白さ考えたら打ち合った方が絶対面白いんですけど、これが多分ブレイキングダウンでできたら、はい、もう KO、 まあ今は KO 量産してるけど、はい、今膝の膝引かせが多いじゃん。膝そうですか、膝ちゃんとパンチでこう失神させるようになるのかなって思うんで、これは本当キックボクサーはあんまり知らない、ああこうテクニック、はい、やっていきましょう。お願いします。なんか俺が倒してる時って全部タイミングを外してるんですよ、はい、例えばワンツーフックって言ったら、はい、相手もワンツーフック返してくるじゃないですか、はい、じゃなくて、はい、ワンツーフックで相手が返してくるところでドーン、あーそうワンツー、はい、ワンフックと、あ1テンポ外す、そう 1テンポ外す、避けるんじゃなくて、はい、例えばワンツーって、はい、もう一回、はい、ワンツーって打つじゃん、はい、次はワンフックみたいな、あー1個外す、はいはいはい、それも打っちゃってる時で、はい、どんどんどんって返してくるじゃん、はい、そうでこうやってんのこうして、はいはい、そういう時にフッドン、はいはいはい、避けるんじゃなくて、はい、あ打ち合いの中で一泊外すんですか？そう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 、一泊外してあげる、はい、ドン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 フッドンみたいな、おー最初ワンツー、はい、そう向かいワンツーバン、次ワンフッツーワンフッバン、そうもう一本もっと外し、はい、ワンツーワンツー、ワン、沈む、ストレート、押す、バン、そう、一回、バン、そう、ワン、沈む、ストレート、バン、フッ、バン、そう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 、バン、そう、一回、バン、そう、ワン、沈む、ストレート、バン、バン、そうそうそう、もうこれやるだけで、はい、当てるだけで倒れるから、わあ、なんかこっちの方が威力乗るような気がする、そうそう、一回グって、はい、溜められるから、はい。で相手もそのワンフの時に何か返そうとしてくるの、はいはい、そこにストレートをドーンと合わせて、
あそう、そうだからどんなに強いパンチを打っても相手倒れないって、人間が倒れるのってタイミングを外すとき、こう意識の外からこうパンチを打つときしか人間って倒れない、はい、特にあの軽量級、まあ、65キロぐらいまではくるって上がってたらどんなパンチも耐えられるんで、はい、マイク・タイソンのパンチも多分、うん、まあ、毎回タイソンパンチマイク・タイソンマイク・タイソンってわかんないけどどんなに強いパンチでも、はい、くるって上がってたら倒れない、はい、その1個タイミングを外すことによって相手の意識からパンチっていう存在を消してあげることによって、はい、その倒れる。だからじゃあ今の例えば、はい、フックの時も、はい、例えばストレートフック、そう、もう一回そう、でこの時に相手がこうフックを合わせようとしてくるの、普通こうやって打ってきたらこうやってフックを合わせようとしてくるんだけど、もう一個フックを連打してあげる。そうすると相手が1個目のフックでこう来たところにいける、あこういうタイミングのずらし方、はいはいはい、相手が来る その瞬間に、そうそう、相手が来る、はい、ここの時に入れてあげるのが一番倒れる、はい、これがフックで、はい、で、結果アウトして、はい、で、これだと倒れない、はい、相手のタイミングだったら、はい、そのあ、もう、うん、自分打ってるから、はい、フックってガードしてで、って言ったらもう相手のパンチが来るって分かっちゃう、はい、じゃなくて、はい、ここで、そうってあげると、もう相手の意識が、はい、ディフェンスにないんで倒れる。ああ、これめっちゃ奥深いんですけど、すごい僕分かる。僕の打ち合い好きなんで、なんかこう決まってくるんですよね、打ち合いの動きって。そうそうそう、なんか決まっ、もう分かんないけど、なんかこう固定法則みたいな動きがあって、その固定法則の一拍を外して、そうこうなんか打ち合い、まあ、ブレーキなどを見てると分かると思うんだけど、はい、全部こうお互いにフ、ガード、フ、オフェンス、ガード、オフェンス、ガードのタイミングになる、はいはいはい、けどそれをオフェンスガード、オフェンスガード、オフェンスオフェンスとか、はいはいはい、こうタイミングをオフェンスガードガードオフェンスとか、はい、こうこの一定のリズムを崩したり、やりづらいです。そうしたら倒れる、はい、倒れるし、自分の中で決めてるのは後出しの権利っていうなんか言い方なんだけど、こうドンドンドンフっていって、はい、動いてから見れるから、その後出しで何を打つかっていうのを決める、はい、打ち合いの時ってあんまもう打つこと考えてないから、その中でいきなりフッってやったら、はい、あ見えたみたいな、俺の試合をちゃんと見れば分かるんだけど、全部タイミング外して KO してるんで、はいはい、あとはね、はい、これはねここだけ教わって動画で公開しないです。必殺技を教えましょう。必殺技これがマジでちょっと、もう止めただけなんちゃうと、同じ大宮の感じなんで教えますよ。ありがとうございます。めちゃめちゃやばいのをされましたね、はい、これはでも本当に格闘家でも知ってる人はいないと思う、はい、いやもう本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。もうスパーリングしかり、指導しかり、指導の中でも特に僕が教えていただきたい打ち合いの技術まで、もうマル秘テクニックまで教えていただいて、本当に僕得な動画になりました。ありがとうございます。いや今まで出したことない内容を結構出してる。俺が教えたことって、はい、結構その格闘技の中でもトップ層、はい、キックボクサーでこの考えを持ってる人っていうのは本当にもう天心とか、はい、まあ、シロー選手とか、はい、ぐらいのレベルの人たちが多分こういう思考ってあんまないな。あやっぱりいろんな人と関わって思って、はい、この思考っていうのはそのボクシングの思考だもん。あーそうなの。1点も外すとかいうのはキックボクサーではないと思う、はい、あープロの中でも格闘技 IQ というか、うん、格闘技をすごい勉強してる人しか多分分かんないような話だなって思います。井岡さんは分かる。分かります。井岡選手とあと田中康生選手の試合を見た時に、はいはい、あの試合って、はい、あの田中康生選手の方が、はいはい、もうスピードもパワーもそのフットワークも全部上、はい、なんで井岡さんがあんなに圧倒したんだろうみたいな、すごい思って、はいはい、人間 その 99% って、まあ、物質とか元素記号で言ったら同じで、あの変わるところってその思考しかない、はい、思考がその勝ってればすごい差がつく、はい、っていうのを
あの試合を見て感じて、格闘技で勝つためには、はい、その頭良くならないと勝てないなって、あの試合見て思って、はい、そこからすごい格闘技を勉強するようになった。あー、ヤーマンさん自身はその入りがボクシングなの？いや、入りはキックボクシングだ。あ、キックから入りなんですね。キック最初やってて全然勝てなくて、でなんかボクシング始めたら勝てるようになって。キックはいつから始めたの？キックは19歳から。あ、そうなんですか。結構遅いんですか？そう、意外と遅いそれまではじゃあキングオブストリートで。そう、それまでは、はい、まあずっとストリートでやってて、はい、ターゲット渋谷の人にあのトレーナーのあれあったんですけど、うん、野球って書いてあったんですか？うん、野球やられたんですか？あと、ずっと野球やってて。あ、そうだった。小中高校2年生ぐらいまで、はい、高校2年生からバイク仲間とかとするようになって、はい、格闘技そのキックに行ったのは何か理由があるんですか？まあやっぱりストリートでやってたから、はい、まあ余裕っしょ。あまあ格闘技もともと好きだったっていうのもあるし、はい、こうキックボクシング体験に行ったら、はい、すごい真面目そうな人たちにボコボコにやられて、あ、なんかそっからうわ俺まだまだ弱えわみたいな、はい、でそっからのめり込むようになって。あー、ヤーマンさんのそのヤーマンってのは何なんですか？ヤーマンは俺が19の頃にこう田口島に初めて来たんだけど、はい、その時にあの俺の名前杉山っていうの、はい、ジムの会長大輝さんっていうんだけど、はい、そう大輝さんに杉山って言いますって。あ、杉山って言うんだ、お前今日からヤーマンだっていきなりなんか本当あの千と千尋の神隠しの、はい、あの湯婆婆が千尋の拾取ったみたいな感じで、はい、いきなり杉取られて、はい、でなんか付け出されてお前は今日からヤーマンじゃんみたいな。そこからヤーマン。あー、でももう今はもうヤーマンが定着してるの。もう俺の本名知ってる人いないから僕もあの今回大宮の喧嘩自慢の監督の話もあった時にあのグループラインに杉山蓮が入りましたって通知が来て誰だなってヤーマンでってなったんであれで僕も知りました。そう杉山なんですよ。でももう今だってあのヤーマンさんの試合が終わったらみんなが叫びますからね。ピッターの日本のトレンド大体ヤーマンヤーマンありますね。そんなヤーマンさんの喧嘩自慢からってことですね。自分の腕っぷしはその格闘技でも通用するだろうみたいなところから入ってきて、世間知らずの方がね、はい、おもろいよ、ね、おもろいです。でもやっぱそういうやつの方が行くんだよね、はい、行きますね。ヤーマンさん今1分ルールで初めてやられたってことでしたけどどうでした？はい、まあ休みないなと思った。違う戦い方はできるなと思ったっすね。あ、自分が多分教えたら多分簡単にもっと人を倒せるようになるなとは思ったっす。キングダムの中で言うとこの選手面白いんじゃないかなみたいなのって注目してる方とかいらっしゃいますか？あの本当忖度抜きで富澤くんの試合はすごい好きです。あー、めっちゃ嬉しいですね。やっぱあの膝のタイミングとかすごい上手いし、ありがとうございます。その中でもちゃんと面白いっていう試合を盛り上げるし、だから本当にエンターテイナーですよ。だから富澤くんの試合はすごい好きです。見れてめっちゃ嬉しいですし、次も僕ヤーマンさんの試合ヤーマンであの叫んで、あもうあトレンド見てください。わかりました。優勝を取りに行けたらいいなと思います、ね、どうす。じゃあのヤーマンさんのチャンネルでも、スパーリングと対談を少しやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックお願いします。お願いします。では、これで、僕のチャンネルを終わりにしたいと思います。ぜひ見ていただいた方はチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。夢のこと悔しくて涙したこと、どうしても勝ちたかった日のあの悔しさを忘れない。見ろよだからこそ立ち上がったよ。未来と結ぶこの夢と負けることで強くなれたんだ。また栄光の未来へ進んでいこう。